花園をこれまで6度制覇している名門ラグビー部の1日は早朝のウェイトトレーニングから始まります。そんな中、一人黙々と別メニューをこなす選手が。やっぱり試合とかでも活躍しているみんな見ると嬉しい反面、ちょっと悔しいなっていうのもありました。3年生の高本とわ選手、ポジションはチームの司令塔10番スタンドオフです。高本選手をアクシデントが襲ったのは7月でした。7人制ラグビーの全国大会でプレー中に右足をひねり、診断は8月に手術を受け、しばらくは入院生活を余儀なくされました。通常なら競技復帰まで10ヶ月以上は要するとのことですが、高本選手は地道なリハビリと驚異的な回復力で大怪我からまだ5ヶ月余り、今ではなんと走れるまでに回復し、絶望かと思われた花園に間に合う可能性が出てきました。花園が最大の目標ではあったので、そこに対する不安な気持ちは正直あって、今まで本当に苦しいトレーニング、そのリハビリの先生のおかげでいいトレーニングができてきているので、怖さというより強くなれた感じはあります。特に怪我をした右足の大腿部は怪我の前よりも太くなるほど筋肉がついたという高本選手。花園を直前に控えた現在ではみんなと一緒に練習することもあります。試合に出られない辛い毎日が続いても仲間に励まされてきました。リハビリ頑張ってねって励みになってます。高本選手には同じ東福岡でプレーした3つ上の兄トム選手がいます。3年前の県大会や花園で大活躍した兄に憧れて大阪から東福岡へやってきた高本選手にはある目標があります。僕が思っていることは、兄の成し遂げれなかった花園優勝というのは、その強い気持ちで花園優勝したいなという気持ちはあります。夏の大怪我から花園での奇跡の復活へ、高本選手は日々着実に前進しています。